発見ツイッター探偵団、今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたします。ツイートしたご本人に出演交渉する体当たり企画でもあります。8月10日木曜日22時となりました。探偵団員の皆さん、こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日もお相手は副団長、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして MC は探偵団団長長尾隆前衆議院議員です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はちょっと涼しい感じがいたしますね。ただ石川県の小松市では40度で観測史上最高、地域で140年間観測していて最高の気温だったらしいんでね、ちょっとこれも台風の影響だということで、朝鮮半島から中国大陸の方に向かわれておられるようでありますが、早速次の台風が来ていて、お盆休み、小笠原諸島等々レジャーに行かれる予定だった方、軒並みちょっと台風の直撃があるんじゃないかってことで、観光客も満杯だった。そしてちゃんとシフトも引いてね、お迎えをしようと思っていた中で、ちょっと台風の直撃ということで、自然の脅威には逆らえませんので、ただくれぐれもですね、気象予報には気をつけて安全にお過ごしをいただきたいなと思っています。はい、それではライブ冒頭の告知文を読ませていただきたいと思います。現在 YouTube の AI から広告制限を受けて番組配信機器です。改めてメンバーシップ登録概要欄の専用ページからクリック募金で応援お願いします。また現在制作支援5万円以上の方に記念品贈呈中、この機会に応援お願いします。またご支援くださる企業様がいらっしゃいましたらご連絡ください。そしてプラットフォームの影響を受けないオリジナルサーバーで高田純博士国史 7.87 の編刊行にあたり完全ノーカットの文化人解説動画メール準備中です。概要欄から無料メルマガ登録お願いします。はい、それではですね、今日も視聴者の皆さんお忘れではございませんね。一般公開ライブは22時30分までなんですが、22時25分の時点で視聴者の皆さんが1700人以上であれば、22時45分まで一般公開ライブ延長のルール、今日が3日目でございます。3連チャンになるかどうか、重要な節目でございますので、どうかご協力をいただきたいなと思っております。一般公開ライブ、中国日本団体旅行を解禁へ。そして、デニー知事が麻生氏に苦言。そして松川議員に新たな報道ということであります。メンバー限定ライブは22時25分時点で1700人を超えていれば22時45分から始めさせていただきます。この際メンバーシップレベル2月額390円にご登録いただいてご視聴いただきたいと思います。メンバー限定ライブのお品書きですが、木原誠二氏にまた文春法炸裂、内閣支持率低下、チャット質問コーナーでお時間をお過ごしたいと思っております。はい、それでは早速1番回りたいと思います。中国日本団体旅行解禁へ、門田隆昌さんのツイートです。水産物を実質輸入禁止だが日本への団体旅行は解禁という中国、さらに防衛省が史上最悪のハッキングを受けたと米国紙
これだけ苔にされても訪中の公明 山口夏夫代表に習近平への親書を託す岸田首相、相手は舐めたら舐め尽くす国、何年政治家やればそのことに気づきますか。九段長いかがでしょう。いや本当にね、これ門田先生の、まあ、言う通りでありまして、もう本当あのもう統治が行われてないんじゃないのかなっていうぐらいに思いますね。これあの長尾先生がご紹介した、誰がご紹介いただいたのかな、沖縄に旅行をする、中国人、についてあの、まあ、日本に亡命された漫画家の孫光文さんという方のエピソード、これ長尾先生ご紹介されたんでしたか。そうですね、あの国会であの議員会館で何度かお目にかかったことがあります。はいはいはい、はいはい、あのその話今先生から言っていただくのが一番いいんですけど、あの、まあ、孫光文さんのお父さんがあの、まあ、完全にノンポリの方だったのに、その、まあ、中国の団体旅行で、まあ、沖縄に行くと、あの、まあ、楽しみにしてあの行ったと。で、まあ、それまで完全ノンポリだった方なのにですね、その、あの孫光文さんに言わせると、沖縄に海外旅行に行って帰ってきたら、尖閣諸島は絶対に中国が取り戻さなきゃダメなんだって言って、もうまあ完全にもう今あの洗脳されて帰ってきたと。で、なんでだろうと思ったら、まあそのまあ沖縄に旅行するのにまあ条件があって、ちゃんとその中国当局の沖縄に関するまあレクチャーを受けることと。で、このまあ旅行の場合極端だったんですけど、あの行き帰り、まあ船だったもんですから、もう1日2日かかって行って、沖縄にいるのは1日以内で、帰りも2日ぐらいかけて、その船内でずっと、まあ、日本は悪い国だ、あの琉球は沖縄、あの中国のもんだみたいな、あのずっとプロパガンダのこうエディケーションを受けて行って帰ってきて、で行った沖縄では、まあその琉球ってあの竜の柱があったりですね、まあその中国の使者に土下座するあのまあ儀式を喜んでやってたりですね、そういうのを見て、あのそれまでノンポリだった人までもう完全にあの沖縄を取り返すぞみたいになって帰ってきましたよ、そういう旅行を中国政府は国民に対してやらせてるんですよということをまあご紹介いただいたこともありますよね。なので全員が全員今ね、そういうふうにされてるわけではないんでしょうけれども、例えば、中国から日本に、まあ、その働きに来る人、中国の中の派遣会社ってあるんですよ。で、これ、ある、メディアが報じたことありますけど、日本に働きに行くのに、なんか人民解放軍による軍事訓練を受けて、発砲の練習したから日本に来るんですね。そういう、ツアーもあるとか、とにかくね、そういう人たちを組織的に、日本に送ってきているんですよと、中国政府はと。そういうことに何の警戒感もなくですね、アメリカ政府なんかは、アメリカに入国する海外の人、皆さんアメリカ渡航した人はやったことあると思うんですけど、あなたはナチに賛同したことがありますかとか、ナチの一員だったことありますかって、いまだにですね、入国カードに書かせて、ナチに関係ありませんって宣誓しないと入国できないんですよ。というようなふうに、まあ、日本について、日本の法律絶対守りますよとかですね、日本の法律守んなかったら強制退去、強制送還されても文句言いませんよとかね、そういうちゃんと宣誓、契約をさせてから入国させるとか、いろんなことをしないといけないと、まあ、ずっと私は言い続けてきたんですが、まあ、全くそんなことなくですね、やったお金を落としてくれる万歳って言ってですね、経済界の要請を受けてこういうことをやる日本政府は、まあ、その、他の面も含めてですね、もうどうしようもないなと。まあ、この内閣が率いる日本の政治だと思います。まあ、私たちが、ね、忘れちゃいけないのは、新型コロナウイルス、まあ、武漢ウイルスは武漢初で、本当に我々は中国共産党に損害賠償を、ね、もう求めたってもう当然の状態であって、まあ、いろいろなその経済手法等々がコロナ前に戻ったとはいえですね、もう我々の生活がらりと変わって、まあ、元に戻るものもあれば元に戻らないものも多々あると。
こういうことをね、やはり我々ね、忘れちゃいけないんですよね。で、確かに中国人の団体旅行客が、まあ、戻ってくることで潤う、まあ、日本の側の方もおられるでしょう。まあ、それはそれで飽きないでありますから。しかしね、やっぱり政府というのはその個々の事業体等々を、まあ、見ることももちろん大事ですが、優先順位としてやはり国益全体を、ね、考えたときに、果たしてその解禁と向こうが勝手に言うのはいいけれど、ほんならじゃあそれに合わせてね、どうぞどうぞどうぞというわけにはいかないものである。そして折しも、昨日までね、麻生副総裁が台湾に行かれておられました。2番ちょっと出していただきたいと思いますが、まあ、これ昨日もちょっと触れましたが、中国は麻生氏発言で抗議と、身の程知らずと、もう怒りに打ち震えますので、このニュースを紹介はしませんけれども、まあ、政府はですね、副総裁、まあ、自民党副総裁ですよ、に対してここまで言われてね、中国の団体旅行による爆買いを期待するのかと、まあ、期待するかのようなことを岸田総理総裁おっしゃられてますよね。まあ、国家の威信というか国益というものがないのか、まあ、それまで捨てて金に走ると、もうとにかく主戦度と言われてもしょうがないと、まあ、私は商いを全否定する気はもちろんありませんけれども、しかしまあ関連して3番、中国が団体旅行を解禁するのはまあ勝手でありますが、ところがね、解禁になっても受け入れ体制が今日本国内にないという、そういう声が私のところにも届いてます。というのは中国団体旅行客を目当てにして作られた会社、何社か私知ってるんですけども、まあ会社自体は畳まれていたりとか、あるいはもう中国人観光客じゃなくて欧米の方々対応してて、まあ、ここにね、まあ、中国観光客が来てもキャパ超えてると、まあ、中国語喋れる職員も今いないし、対応ができないと、まあ、そういう現場も声が届いているんでね、まあ、欧米の方々がたくさん来ていただいてるんで、これにオンして、まあ、ギャー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 こう濁音の多い、中国語がせっかくなんか、消えたなと思っていたら、またそこにオンされるということはね、まあ不本意でありますので、お断りしましょうと。いかがでしょうかね、九段長。そうですね、だから私先ほどちょっと申し上げましたけど、条件付けをすればいいんですよ。まあ、例えば入国する方にはですね、まあ、入国した途端行方不明になる人っていうのがいるんですね。そういうことがないように、まあ、例えばこう、まあ、500万円以上の、まあ、要するにこう、小切手なり、あるいは、口座にお金があることっていうことを確認できる人しか入国させないとかですね、あるいは、きちんと、変な日本の健康保険料のただ乗りしないようにですね、日本の民間の、なんかこう医療保険に入らないと、日本の、ビザを出さないとかですね、あるいは、まあ、例えば日本で、自国のための領土要求の活動をしないとかですね、条件をつけてそれクリアした人だけ入れるようにするって、それだけでもね、もう全然違うと思うんですね。そういうふうに思います。そうですね、まあ、中東の方はね、もとより民主主義というものが原則なく、どちらかというと奴隷制度を引いてるんで、外国の労働者については政治活動は携わってはダメだよというようなこと、つまり人が来るんじゃなくて労働力が来るんだよということで、お互い割り切って、まあ、入国を認める、あるいは入国することを、まあ、認めてもらうと。まあ、サイトシーン、まあ、観光旅行なんで、まあ、事前にどこまでチェックできるか分かりませんけれども、まあ、とにかくね、キャパオーバーなんで、で、
どうせ中国の団体旅行は来てもね、あの日本国内にいる中国法人がその団体旅行客のお土産屋さんやなんか全部経営してるんでね、日本人にお金降りないんですよ、爆買い爆買いって言ったって。まあ一部のドラッグストアがね売るだけなのかもしれませんのでね、まあとにかくキャパオーバーだからってことで、もうちょっとあのお断りするという、まあ、そういうね発信をこの際していただきたいなと思うわけであります。はい、今現在1564人です。はい、順調な感じがいたしますが、もう一息ということで、22時25分あと10分間の間、皆さん、どうか今ご視聴の皆さんはこのまま、あのご視聴いただきたいなと思います。それでは次参りたいと思います。デニー知事が麻生氏に苦言ということで、共同通信のツイッターです。沖縄県知事、玉城デニー氏が麻生氏発言に苦言、戦う覚悟をめぐり、中国と対話をということのようであります。副団長いかがでしょう。だからもう本当にこの人ね、あの自分があの沖縄県民の命を守る責務を持っている沖縄県知事だっていう、多分ね理解がないんですね。あのだとにかくあの話し合いよっていうんだったら、まあ、自分たちもね、あのこう中国におもねるような、あの、まあ、こう踊ったりあのするだけじゃなくって、あの尖閣諸島に対するその、まあ、領土要求だの、あるいは、まあ領海、あるいは接続水域、あるいは200カリも含めてですね、とにかく航線を侵入させるなと要求して、分かりましたと、お話し合いでそういう成果を持って帰ってこいと、そしたらお話、次の話を聞いてやるよと私は思います。まあ玉城知事は話し合いをって、じゃあどんな話し合いをするつもりなんですかねってところですよね。やはり今話し合いをしなきゃいけないのは、今副団長が口にされたあの項目でありますよ。ただこの項目に関して言うとね、まあ玉城知事はですね、そういうことを口にしないのも一つの戦略だみたいな、そういう言い方をされていらっしゃいましたよね。じゃあ話し合ってないじゃないですか。そういうこと、話し合ってないと、話さないことも戦略だみたいなことを言ってるってことは、まあ、これご自身が中国と対話をするって言っておきながら、まあ、完全に自己矛盾に陥っておりますね。まあね、いかんともしがたいのは、こういう知事が選挙という民主主義の手続きで当選をして選ばれてるということになります。やっぱり選挙っていうのは本当にあの空恐ろしいですね。まあ、あの中国共産党の広報官のような、ね、役割になっていますんで、まあ、沖縄県民の方々も、台の中にあのたくさんおられますので、どうかあの力の限りを尽くしていただきたいなと思います。5番参りましょうか。まあ、あまりあの気が乗らないんですが、製造責任者の一人としてはもうこれ触れざるを得ません。十日市明さんのツイッターです。自民党関係者、次の内閣改造で副大臣就任が確実視されていた松川るい氏ですが、本心では一足飛びに閣内に入りたかったようです。しかし彼女が所属する安倍派では参院枠や派閥会長が決まらず、閣僚入りは難しい。そこで彼女が目をつけたのが茂木派です安倍さん点点点と。実は、ね、私さっきまであのとあるあのシンクタンクの、まあ、勉強会に出てて、あの最初にこれ聞かれました。あの長尾さん、松川さんが茂木派に入るんじゃないかみたいなあの情報が伝わってるんだけども、どうなんだろうと。まあちょっと経験にはちょっとそう考え、軽々しくそういうことを、口にする議員じゃないですというようなことは、まあ、私の方で言っておきましたけれども、まあどうもちょっと
噂のないところにあまりこういう噂は立ちませんのでね、フラッシュとはいえ、でまあ我が清和犬も今どういう状態であるかというと、まあ5人衆という、まあ、トロイカ体制の中でね、塩野良龍先生、あと下村博文先生、まあ、下村先生が外遊中にこの5人と塩野良先生が話をしてですね、塩野良先生が、まあ、派閥の会長ではないけれども、まあ、なんというか室長のような立場に立ってですね、まあ、5人を盛り上げていくというような方向性でやると。ところが昨日だったかな、今日かな、お二人で話をしたところ、やっぱりそれは塩野屋さん自らが会長になるべきじゃないかというようなことで、このお二人が今意見が合わずにですね、今日の役員会が終わったような報告をちょっと私は受けております。この記事についていかがでしょうか。まあこの人ならあり得るな、節操なさそうだしなっていうふうに思うんですね。まあ泣きついて、まあ、僕驚いたのは、要するに副大臣が確実されていたっていうのも私はちょっと驚いたんですけど、自民党ってそういう組織なんですかと思ってですね、でさらに本人が副大臣を飛び越えて、まあ、閣僚になりたがっていたと、自己評価むちゃくちゃ高いなこの人はと本当に驚いたんですが、まあ、そして、それが難しそうだから、茂木派に移ると、まあ、こういう話が本当か嘘か、まあ、今後の推移を、まあ、見守りたいと思いますけれども、まあ、この一連の話を聞いて少しもですね、私の中の松川議員への評価は高くなりませんでした。以上です。はい、まあ、この記事にあるですね、まあ、花屋元大阪府議会議員、そして出来大阪府議会議員、まあ、ちょっと正直言ってしまうと、まあ、特に出来、前府議会議員におかれてはですね、前の支部長だった佐渡ゆかり支部長の時にもですね、まあ、ちょっと同じやり取りがあって、結構こういうことは頻繁に物事を飛び越えて、まあ、本来であれば当事者同士もうちょっとちゃんと話してよと、だけど当事者同士はあんまり課題解決しないでね、で多分出来さんも松川と接触してその結果我慢ならずこういうものを出したというそういう経緯じゃないんだと思うんですよ。結構こういう飛び道具を使われる方ですので、まあ、これもまた自民党大阪府連 の, ガバナンスの非常によろしくないところだということの、まあ、一つの象徴にもなるわけなんですけどもね。いやまあちょっと、まあ、もう定義派っていうのはちょっとフラッシュのちょっと行き過ぎた雰囲気ではあるような気がしますが、まあ、私は今現場におりませんので、まあ、ちょっとちょっと離れたところからのコメントにちょっととどめさせていただこうかなと思っております。はい、皆さんなんと1841人、ありがとうございます。22時25分の時点で、これまたこの時点でシュートまた下がっちゃったらどうなんですかね。チャンネルはそのままでそのままね、私のマスカールイコメントがあまりにもひどすぎるので100人ぐらい視聴者が減っちゃったりとかね、そんなことがないようによろしくお願いいたします。思います。はい、まあ、松川さん本当にそういう噂が立ってたら否定してください。うん、実は今日ね大阪府連の役員会が、ね、開かれる予定だったらしいんですけども、間違いなくこの話が出るだろうと、まあ、事情はどうなったんだっていうね、そういう話が出る中で、どうもこれ役員会がね中止になっちゃったらしいんですよね。だからそれがなんか茂木さんがちゃちゃ入れたんじゃないかっていう、分からない、本当にこればっかり分かんない。しかし本人がね参議院選挙に
まあ、立候補するちょっと手前でもいろいろごたごたあったんですよ。物事の順序がおかしくて、ちょっと口にはしませんけれど、それを相当ねかばったのは、まあ、我々あの清和犬ですんでね、まあどんなにあのなんていうかひどい人材でもそのぐらいのことは覚えてるだろうなってことだけはちょっとあの口にして次行きたいと思います。 LGBT6 番、松原大吾さんのツイート、これ、副団長ちょっとリツイートされてらっしゃるんでちょっと、説明コメントお願いします。はい、はい、あの番組にもね登場いただいた、はい、まああの維新の会の、松浦、大吾、まあ先生ですけれども、あの朝日、このヤフーが朝日の記事を紹介しているんですね。まあこの朝日の記事は、手術を受けずとも性別変更、女性から男性へ裁判官により分かれる判断というまあ記事で、まあ、あのこれはあのまあ朝日新聞なのでですね、例の、性同一性ではなくて性自認でもってなんとかですね、あの、まあ、性の変更というのを日本国民に認めさせようと、まあ、こういうまあキャンペーンの一環としてこの記事をまあ流しているわけですね。でそして、まあこの記事、まあ細かくは読まないですけれども、まあ、本当は、これまでの、性同一性障害特例法という法律に基づいて、まあ、性別の変更っていうのは、まあできることになって、おりまして、でこの条件がですね、18歳以上、婚姻していないこと、そして未成年の子どもがいないこと、そして生殖腺がない、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある、つまり生殖機能がないということですね。そして性別変更後の性別の性器に近い外観を備えているということがまあ条件である。なのであの自認でもってですね、男性機能を持って、まあ、あのまあ何でもかんでもこう、まあ、ちょっと下品な表現ですけどね、勃起しながら女性のお風呂とかですね、トイレに入っていって、私女性だからって言ってですね、まあ、その勃起した男性器を振りかざしながらあの歩き回るっていうことを、日本はこれまで今までできない。で例えばもうつい最近も、ニュースでやりましたけど、まあ、男性がですね女性の前でこうパッとこう要するにこう露出なんとかってですね、女性の前で性器を見せただけで逮捕されるわけですよ。でところがそのバッと見せた人が私自認女性ですって言ったら逮捕されないようにしましょうっていうのが朝日新聞とかですね、あるいは立憲民主党とかですね、共産党とかの一部全部なのかなの人たち、あ全部ですね、あのそういう法律作ろうとしてるんだからという人たちが目論む新しいというか、まあ、修羅場の日本なんですけれども、そういうふうになるためになんとか国民をですねこう、なんかわかんないぞっていうふうにさせようというのがこの朝日の記事で、これについて、松浦、さんがですね、これはひどいと、まあLGBT 当事者ですから、当事者としてこれはひどいと、まあ、一言ズバッと言われたので、これを、まあ、当事者のご意見としてツイートをさせていただいたと。でこのニュースで、松浦さんがあの細かくまとめてらっしゃる問題点が、女性から男性に性別変更する場合、手術しなくても男性ホルモンを使い続けることで女性器が男性器に近い外観になるとみなす考え方がある。もうね、考え方がある、だから、こういうふうに理解増進せよというふうに国民に強要するという方向性を朝日新聞が持っていることは明確に分かりますねということです。まあ、こういう考え方があるっていうことを、まあ、とりあえずは、ああそうですかと、そういう意見もあるんですねと、まあ、仮に言ったとして、でこの朝日新聞はですね、 LGBT 当事者が全く逆の主張をしてるっていうことを朝日新聞は認識してないっていう、これをご自身でもう証明してしまっていますよね。まあ、LGBT 問題について、まあ、あの竹本太郎弁護士とともにですね、女性スペースの会、またあの LGBT 当事者の方々と記者会見を2回ほど、やられたのを私も立ち会い、いろんな意見交換をしたり、そこから発生していろいろなところに、こういう当事者の全く真逆の声をもっと聞いてくださいよということで動いてきたわけですけれども、まあ、先ほど副団長が紹介した特措法、
これができたおかげで手術さえすれば男性から女性になれるんだ、やっとアイデンティティを確立することができたからこの特措法ありがとうございます、そしてこの手術要件を絶対に削除しないでくださいというのが圧倒的多数の LGBT 当事者の方々の声なんですよ。まあ朝日デジタルはそういう声を全く聞くことなく、ただただ活動家、公金中中、公金ごくごく、新たな LGBT ビジネスを展開する人たちの声しか聞いてないということで、これが証明されたというふうに指摘させていただきたいと思います。